今話題の画像や映像をお届けいたします。くつろいでご覧ください。こちらは日立海浜公園のネモフィラでしょうか。梅沢富美男氏がこのようにおっしゃってますよ。看護師の月4000円賃上げに激怒。お前たち政治家のボーナスを4000円にしろよ。イカゲームのコピーを北朝鮮に密輸した男に死刑判決が下される。ドラマを鑑賞した学生は終身刑に。怖っ。アメリカ RFA の報道によると、このシリーズをUSB フラッシュドライブにコピーして中国から密輸したとして、密輸者は現在銃殺刑に直面しているという。またドライブを購入した学生かっこ高校生は終身刑を言い渡されており、ドラマを見た他の6人は5年間の重労働を課せられているとも報じた。ネットフリックスは中国で見ることができないが、イカゲームは中国で海賊版が広く出回っているそうだ。サッカーだけじゃない。フィリピンのプロバスケットボールスターロイダー・カブレラ選手が水曜日にパシグシティの ユナレス・スポーツアリーナで行われたトーナメントの試合後に倒れました。フィリピンのザ・トリビューン紙は彼が心停止したと報じた。これは政府が雇用保険料を3倍に引き上げ検討へ。サラリーマンの負担増、雇用保険の失業等給付で見直し。何してくれてんの。スプートニク日本によると、ホンダが開発中の技術を発表。 AI 活用で2050年には交通事故ゼロへ。一つは AI により運転ミスやリスクを減らす知能化運転支援技術というもの。もう一つの技術は路側カメラや車載カメラなどから集められた情報を活用して事故のリスクを予兆回避をサポートする安全安心ネットワーク技術。ホンダはこれらの技術によって全ての歩行者運転者が交通事故のリスクから解放され、2030年には全世界でホンダ車による事故死者を半減、2050年にはゼロを目指している。頼むよ。こちらがあらゆるテレビ局が遵守しているはずの放送法第4条というやつですね。1、公安及び善良な風俗を害しない。2、政治的に公平である。3、報道は事実を曲げないでする。4、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにする。あれ、全部ダメじゃん。受験生の皆さんはぜひこちらへお越しください。こちらのメディアブルというプラットフォームにも有料ではありますが、 YouTube を削除された動画やとても YouTube にはアップできないような動画を投稿しておりますので、興味のある方はぜひご登録お願いいたします。浮気がバレた瞬間。